彼が顔に月を入れてきます。ね、はい。スッ。反対でいこうか。わかりづらいかね。反対でスッ。動きました。で、これは体が、例えばですけど、はい、打ってきた。こうすると、こっちが来るんです。もうダメ。もう2回目で仕留められます。体をスッ、当たらないところに持っていく。この時に、上体と下半身を同時に動かすことによって、スッ、消えるような形になる。体が一つの塊になって動いてるのがすり足なんです。ここで動くからすり足になるんです。意味わかりませんよね。ここで動くっていうことは、腰から下は膝を緩めて下へ沈むんです。沈むんです。腰から上は吊り上げられます。常に地球の中心と自分の軸がパッとこう一致してるんです。ということはまっすぐなんです。まっすぐの状態で動きます。体が骨盤、まあ、丹田を中心に一体化して動くと自然とすり足になっている。ここにガイドのために自分の真ん中に手を出します。出した横に動きます。この手の手のひら側に入れば当たりませんので、はい、やってみて。打ってきた。はい、すっ。で、ここ見てもらって分かりますが、この中心線、ここを中心線にしましょうか。この中心線からスッと動いているだけです。スッ、すり足です。スッ。なぜすり足かというと、膝が緩んで下に沈んでいるから。で、上体が一緒に沈んでもだめなんです。上体はすり上げている。で、これはここで均衡しているというかな、払わずに真ん中に置くだけ、真ん中に置くだけ。これをやってみましょう。手で、今打ってこられたやつをパッとこう弾いてしまいますので、そうではなくて自分の体がここへ行けばいいだけですから。で、はい、もうちょっと近づきましょうかね。はい、スッとここ、はい、できるだけ、上は吊り上げて下はいる、はい、この形。手をこう動かすような足にスッとここ、これも一つの稽古。スッ、うん、そうそうそう、 OK、 ほい、そう、もっと沈んで、